次に、まあ、これでね、ここでプリンってひっくり返したと。で、このプリンってひっくり返したのは、体の前なんだ、手が。どちらか、嘘と。体を回さなければこうでしょ。で、これを、このひっくり返す瞬間を、ここでやるわけね。あの動画の時で。ここで、スローやる。まず、そうそうそう。そう。ここで、そこでその裏開くの。そうするとね、それが正面から出てくる。こうやって、こうやるのは、まあ、どっちかっていうと、まあ、自分。そうだと、これを、ここで、すごい奥で。同時なイメージ。同時に。右向くのと、で、手が、手も、グリップが右足の横に、下ぐらいの時に開くわけですよ。そう。そうそう。と、感性で確認があるでしょ。わかります。で、ここでのミスはほとんどが、こういった後に、こうなるでしょ。これで2回しかやって、3回やらない人です。ここから、こうなっていくから、こう立っていくから。こうツッチーさん、ちょっと手をツッチーさんに言ったり、重要なところ。そうそうそう。そしたらね、今日これ一番言いたいんだけど、ここに振りました。こうではなく、ここに振りました。振った後同時に、これ感性が出てるから、そこで、ここで一回かすんです。そう。低い、そうだよ、そうだよ。で、イメージ、自分のイメージとしては、ここに向きました、傘させました、垂直で一回止める。垂直。そうすると、そうすると、ちょっと動いたらもうフェース正面に向きます。で、イメージとしては、手がね、低くて斜め45度に遠いところに行ったんです。低く遠いところに。ちょっと傘させるから。そう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 。刺しました。そう、刺しました。そしたら、ここからどうするかっていうと、ここから、こうなるわけね。手はかなり低いのよ。でも、フェースは顔にない。そう。で、次から問題ね。こういったこれやりたいんだけど。まあ、これ、こうやって、ちょっと振っちゃったけど、振ったところから、これ、傘刺すでしょ。こう振るときに、ここにあった手よりも、若干下げる。そうすると、どういうことが起きるかっていうと、下げないとこうでしょ。ちょっと下げるよ。下げたらいいけど、これ振られるのかって。ああ。でしょ。で、ちょっと下げながら左を向くと一瞬ヘッドが遅れるんだけど、ブルンってまたヘッドが向く。そしたらね、こういうこと。トップ作りました。ちょっと一瞬下げながら回るよ。ここはインパクト。ブルンって。わざとブルン落とす。で、絶対寝かさないでヘッドを目のとか。うん、そう、もっとバックを落とさない。もっと下がって、うん、絶対落とさない。そう、それで顔の高さで、顔の高さにゆっくり。そう、こんな感じ。今、ちょっと落とさないで。落とさないで。落とさないで。すごい大好きだからね。好きですからね。それをこう高さ。手は若干下がるけど、ヘッドは高い。そう。あで、ここで、ね、ブルンってきたこの感じ。ここでね、こういう入れ替えとともに、下がると絶対こうやって下がって、体が回るから若干遅れるでしょ。でもこれ結構ね、下げたことによって戻るの。下げると頭も戻る。下げないと回ったらずっと寝ちゃうのね。でもここから、下げる動作を早いと、こうやって戻る。下げながら左に行く。そう。その、こんな感じ。これ。そこがいい。そしてダメな人の場合にはこれが、こういうのはもうダメ。そうじゃなくて、もっと、もう一瞬、下げた、戻った。下げた。これぐらいしちゃう。3回切って、ちょっと左向くんだけど、ちょっと手が下がって、もうそう。ああ、なるほど。これでもいい。これがちょっと高いところで。そう。これちょっとやるから、これ。そうすると、今の通りにやると、ここから、動きじゃなくて、右のここに入れて、立てるわけ。しかも遠くにこうじゃなくて遠くに引くと立つでしょ、はい、だからこう回るんだけどちょっと下げる。若干引く遠くにして立てたこんな感じイメージ的にちょっと全然下げてないんだよこれ正面が知らないけどずっと高いんだよね。でアクションとしてはここからちょい下げた向いたその時にブリンってくる。そこがインパクト。なるほど。じゃあそこ使うよ、わざと使うよ。なるほど。
振ってないのに強く出る。これ立てました。これハーフスイング本願がなるのこれ。あ一瞬、うん、なるほど。高いってこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、ほんと見えてこんな感じ、いや、すごい、いや、こんな、こんな感じ、こんな感じじゃん。そう、こんな感じなんですね。そう、タクちゃんもクラブでやってみて。ほんとにこんな感じなんですか。思ったよりも自分の右手を斜め45度後ろの低く遠いところ、そこで立っちゃうの、傘。そしたら若干ちょい下げながら左を向く。で、ヘッドを下げないで、そう、そうそうそう、もう絶対ヘッドを下さない。これ打てるんかな、うん、当たる当たるからし、低く出して、で、立てて、そう、ちょっと待って、本当にこんなもんだ。そうでしょ、顔の前。あれこれ当たるかな。そんな、そう、低く、そんなバカな。で、傘、そこでもう開いて、傘差して。あれちょっと待って、もう絶対ヘッド下げないようにして。今下げちゃったの。うん、今若干下がってた。下がりましたね、うん、もう目の高さ。マジか、うん、ピンとくるから。マジか。そう、ピンとくるから。こっちですよね、うん、まあ、遠くに、うん、そう。なんでこの時にね、こうやってここでもえ、これヒロシ、あ、うん、あ、そっか、ヒロシは絶対だから。そう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 、らないで、ね、傘差して、差して、そう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 、ちょいグリップ下に、ちょい下げに、ゆっくり、そう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 、フェースをヒロシの手で向けっぱにして、深いところに、そうでしょ、ヒロシ入れて、向けっぱみたいに、右を向きながらね、向けっぱに、あ、これがヒロシだ。そしておお。そうそうそう、意外に、あ、そうか、そうか、そうそうそう、下げて下げて、で、ちょい下げたのと回るのと戻るのを見つけない。そう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 、ちょい下げるとブルンと向くから、そうそうそう、ブルン、そう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 、ブルン、そう、そこで打つよ。おー、ナイスボール。はい、そう、一緒当たってます。当たってますか、うん、あ、当たってる。ヒロシ作って、あ、当たったな、下ろしたな、下ろしたな、下ろした、当たってる、当たってる、うん、そう、本当に思い切っちゃいますね。うん、絶対落ちてる。なんかこうずっとここにあるんだけど、ボールが飛んでる。ずっとこう、もっとだな、うん、強く右腰のところに入れて、そう、最初に右向いてみて、アドレスから右向いて、そこから作って、フェース思い切り、フェースを開く順番じゃん、そこに向いて、これからね、まだこれこう行きながら、あー違う違う、そっか、うん、で、靴の広さここでブユン向いてから、そう、そこ、あ、そっか、手がここにありすぎたから、ありすぎた、うん、そうそうそう、それでも打てて、それで打てて、うん、そう、ナイスボール。あー、ちょっと下ろせなくなった。俺になったでしょ。下ろしなくなの、下ろす、いいじゃん、俺ならこういう感じ。おー、はい、あー、そんなこっちなんだ。もうね、左手のこう時計をこうやってみる。あー、そこに低く、うん、あ、こっちの方がまだいい、うん、あ、結局ね、今回もう若干こう指導でグリップがこっちに動くっていうの本もあるんだ。へー、右後ろ斜め45度のところで、右の太ももの横でその転換が、手はこう手をブランとするか、ブランとやったらベース開くじゃん。はい、ブランと。そう、その開きに回して、そうか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 、ブランっつって。そうそうそう。そうです。作りに行くからね。作っちゃう。そんで、ここで垂直、イメージは、ここで右に引いて、イメージ、自分のイメージで垂直に立てたらっていう考え。でも実際こうなってんけど、自分の中ではここで、傘を差したら終わりで、そこのこの向きで右の斜め後ろで傘を差す。なんか、ね、頭の上にあるそれだから頭の上にこれがタックルで、手をこうやってしたらここの場所、まあ、そう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 、これだ、そうしないとブリンがこういっちゃうから、そうそうそう、右の方で立てるんだよ、
右の後ろで顔の正面にシャフトを持ってきちゃダメ、うん、右肩の横でそう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 なるほど、ね、あこれちょっとなるほど、うん